塩が全てで、もうね、例えば、まあ、特に川の場合だとベイトってよりも潮位で地合いが来る。ベイトがいなくても決まった潮位になったら魚が口使い出すとかっていうのも、まあ、かなり多い地域なんで、もうね、特に河川の場合はやっぱ潮位とか潮回りが一番ですよね。でいる魚をどう食わせるかってよりも、魚が餌を食う時間、食うタイミングが一番重要になってくるんで、まあ、それが全部潮とか潮位で決まるイメージですよね。はい、1箇所目です。ここは坪井川の河口です。なんでここに入ったかっていうところなんですけど、昼の潮があんまり動かないんですよね。で、まあ、潮が動かないと魚の移動も、まあ、少なくなるっていうことで、この辺の河口周辺に魚の群れがとどまってくれてないかなっていうので一応チェックしに来ました。で、こういうところは、まあ、群れがいるいないがすごいはっきりしてて、いたら結構パンパンパンって連チャンで釣れるし、いなければ本当なんもないような場所なんで、まあ、そこの判断もしっかり、いるいないの判断をしっかりつけながら、今回潮位とかがキーになってくる兆候なんで、こうね、群れがいないと判断すればもう次の、ね、ポイントの潮位があるんで、まあ、早めに見切りつけてやっていこうかなと、まあ、釣れるなら釣れるでここでしっかり釣っていこうかなと思います。まあ、とりあえずナレージ、これ6号、ナレージ6号ですね。まだ潮位高いんで重い方でやっていきます。群れいたらいいけど、多分ね、もう30分1時間で分かっちゃうと思いますよ、群れいるかいないか。まあ、こういうとこでもどこでもそうですけど、ベストな潮位っていうのがあるんで、まあ、なかなか通わないと分かんないことなんですけど、まあ、ネットで情報を見たりとか、近くの釣り具店のスタッフさんに聞いてみるとかやってもありだと思います。ただここもそうですけど、日によってバイトゾーンみたいなのあって、遠投した先で食う日もあれば、こんな手前でばっかり食う日もあるし、その辺は実際ね、その日現場に来て釣りしてみないと分かんないんで、いろいろやった方がいいです。アップで引いたり、ダウンで引いたり、沖引いたり手前引いたり、レンジも上引いたり下引いたりっていうのを実際現場に来て試しながらやった方がいいですね。今が潮位どんぐらいかな、300ぐらいなんですよね、潮位310ぐらいかな。で、今から230とかそれぐらいに下がるまで、どうだろう、今日で言うと下げ5分ぐらいまでかな、やろうかなと思ってるんですけど、そこまでやって当たりなければ多分群れいないだろうし、もうそうなったら沖のね、ピンの背についてるやつをしっかり通してついてれば釣れるみたいな釣りをするしかないんで、ここの石がどうだろう、あと1個分ぐらい出たら大体群れがいれば出勤してきます。彼ら結構熊本のスズキは公務員なんですよ。時間にしっかりしてる、決まった時間にちゃんと餌食いに来て、決まった時間にちゃんと帰ってきます偉いです熊本のスズキたちは。逆に言うとそれ外すとかなり悲惨なことになるんで、で背がいっぱいあるんですけど、その微妙に背の高さが違って、その背のベストな潮位っていうのも決まってるんで、その背ごとにそれもしっかり通い込んで見つけたりすると、ね、すごい人がいっぱいいたとしても一人だけ釣り勝てたりとかもあるし、普段の釣りからね、そういうところもしっかり見とくといいですよね。魚釣ってパッて写真撮って、今だと写真撮ったら何日の何時何分に撮りましたみたいに出るんで、で家帰って後から態度グラフとそれ見合わせて何センチぐらい釣れたっていうのをしっかり覚えとく。で次来た時に同じタイミングでまたそこやってみるんですよ。で意外と出ますから、彼ら規則的で。で同じ潮回りだったら同じぐらいのサイズが同じところの線についてたりってするんですよ、不思議なもんで。低くはないでしょうね。まず干満差激しすぎて、まず県外から来た方、特にウェーディングする人、揚げ潮入らない方がいいっす、マジで危ないっす。かも地元の人、例えば釣り場だった人とかに
自分今日遠征できたんで、出るタイミングになったら教えてもらっていいですかとか、で一声かけとくだけで全然違うんで、本当揚げは危ないですよ。大まかに言うと小規模河川は基本浅いんですよ、熊本。だから潮回りでかい方がいいですね。まず浅すぎて潮回り大きくないと魚の個体数全然入らないみたいな。だから一級河川だと水深あるし川太いから流れきつすぎてそもそも釣り人が釣りしづらいです。潮がでかすぎると、大潮とかだと流れ飛びすぎて、で地合いも一瞬で終わっちゃうんですよ。で例えば潮位300から280に落ちるまでが地合いですってなったら、で長潮若潮だったらそれも結構時間長いんですけど、大潮だったら一瞬でピョン下がっちゃうんで、一瞬で地合い終わっちゃう。からまあ大きく分けると小規模河川系は潮回りでかい方がいい、一級河川でサイズ狙いの釣りするなら潮はちっちゃい方がいい気はしますけどね。だいたい自分が90取ってんのも若潮とかですよ。だいたい若潮90出してんの。そろそろあとちょいちょっと下がれば食ってくるんですけど、これで食ってこないならパターン2で背の地合いをちょこっと叩いてみますか。背の地合い多分もうプラス石2個分ぐらい下がったら背叩いていこうかなと。お、針やばいな。いや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 、オッケー、ナイスー、はい、えい、オッケー、パズですよ、オッケー、ナイスフィッシュ。見て見てこれ、超いい。ちょっとカメラマンさん、これ超いい、映してください。ほらね、いやお前釣れって話だけどな。俺釣りますよ、今から頑張って。俺も頑張って釣ります。そろそろやっぱ出勤ですよ、鈴木さん。水きれいやし、フラッシングさせてみようと。一回とここの魚カラーにシビアだったりするんですよ。だから2種類あればいいです。フラッシングする系とあんまりしないマット系のカラーと、2種類あればなんとかなるかなと。グリーンゴールドでいきます。マットチャートからグリーンゴールドに。よっしゃ、カラー変えたらすぐでしたね。ね、夜潮の昼動かない日でもしっかり、ね、場所とか選んであげれば魚は食ってきてくれますね。めちゃめちゃ引くな。行くか、怖え。針一本、針一本っすね。口開けて、口開けて、口開けて。待ってよ、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 待ってよ。ほっ。よっしゃ。はい、釣れてくれました。デイゲーム、しっかりその潮に合った場所選びとルアー選び、あとは地合いですね、その群れが入ってくる地合い、まあ、しっかり捉えて釣れてくれました。見てこれ、めっちゃかっこいいでしょ。うえ、かっこいい。じゃあね、センキュー。ういさあ、もうちょっとやっていきましょうか。せっかく鈴木さんご出勤されてますんで、はい、ちょっと自分も頑張らせていただきます。やってこう。見てください、潮位。ほら、鈴木さんの出勤する潮位ですよ。やっぱ来ましたね、決まった潮位で連れ出しましたね。
多分単発じゃないです。周りの方も今2本釣れたんかな、上と下で群れで入ってきてますよね。これね、今日潮緩いけど一応アップとダウンでは巻き感が違うんですよ。アップで投げればもちろんレンジ入りやすくなる。でダウンと同じレンジ引こうと思ったら早く巻かないといけないとか、リトリーブスピードとか巻き感も変わってくるんですよね。そこの違いでも釣果が差が出たりするんで、まあ、正面とか、まあ、この3方向ですよね、アップ、正面、ダウン、どの巻き感がその日いいかっていう。うん、可愛いサイズだけど、まあありがとう、デイで釣れてくれたら最高でしょ。あんな昼間からエラー洗いしてくれて。抜いちゃいますよ、抜いちゃいますよ、抜いちゃいましょうか。ういっ、うよー、ダイヤー、可愛いサイズだけど、すげえ可愛いサイズだけど、まあデイゲームで釣れてくれたらね、めちゃくちゃ嬉しいですよね。ポッ、魚と共に移動します。多分ね、あとちょっとしたらもう俺の正面ぐらい来ますよ。で、沖にルアーがあるときは竿を立ててあげて、こうやって手前に来ると同時にこうやって竿をゆっくり見せていくと、まあレンジキープもしやすいですね。手前に来てこうやって竿を上げたまんまだとルアーバリバリ上上がってくるんで、まあ、その辺もその日その日で調節しながら。レンちゃんや。ちょっとスッキングが決まらないな、魚が軽くて。 OK、スッキング入った。いいね、この全部丸見え。はい、ナイスナイスじゃん。ちょっとサイズアップかな。やばい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 、はい、はり取れる。波邪魔すんな、波邪魔すんな。やばい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 、やばい、待って、取れる取れた、よし、最高、連続ヒットでしたね。群れがちょうど目の前来ました。シーバスさん出勤されてます。あとは定時でお帰りになるまでに何匹釣れるかという、そういう釣りになってきますから、はい、ありがとう。マジでデイゲーム最高だわ。ナイス、綺麗にタイミングで魚入ってきて、綺麗に群れを終えてますね。ほんと巻き感の調節だけだな、そこだけだわ。落ち着きましたね。多分タイドグラフ見たらちょうど終わりぐらいじゃないですか。群れ釣るタイミングは一旦終了かな。完全に当たりが止んじゃってる。はい、デイゲーム、試合が終わって、今ちょうど夕方ですね。で、潮的には今最干潮ぐらいなんですけど、今日はですね、夜の12時からの下げですねが結構大きく動くんですよ。で、それまでの上げっていうのが、まあ、緩慢差がすごいちっちゃくて、まあ、かなり正直厳しいだろうなという感じではあるんで、まあ、一応そういう時にどういうふうに、まあ、ポイント選びするかとか、まあ、どういう立ち回りをするかっていうのを見せつつ、その12時からの下げを、まあ、本番として、まあ、しっかりそこで狙ってちょいに合わせて動いて釣っていこうかなと思います。はい、どうしよう、潮位がな、沖の背を叩くか、一番上か一番下か、はい、ナイトゲーム突入です。1箇所目
今ちょうど揚げ始めぐらいなんですけど、まあ、この揚げがほぼほぼ効かないということで、選択肢的にはもう川の最上流を登るか一番下に登るか、まあ、今来たのはこういう瀬、川の中に入ってる瀬、あとは、まあ、ここで言うと対岸から水門があって、で水門のところがちょっと深くなってっていう、その地形とか、まあ、沖のストラクチャーの釣りを、まあ、今からちょっとやっていこうかなということで、ここに来ました。なんで狙いどことしては、まあ、その水門からの深み、目の前にある今はまあ見えないんですけど背が沈んでてそこの背回りとかについてる魚を、まあちょっと潮動かなくて多分そこまで杭が立つことはないんですけど、まあ、魚の状況を見ながら、まあ、合わせた釣りを展開していこうかなと思います。とりあえず先発はアイザーでいきます。まだね上げが弱すぎて流れは下げの流れになってます。潮がめちゃくちゃ緩いわけなんですけど、そんな時の立ち回り方として川の最上流、まあ、強制的に流れがあるようなところに行くか、その弱い潮の中でも多少こう、ね、緩慢の、あの効力を得やすい一番下に行くかっていうか、こういう沖のストラクチャー打ち、沖のストラクチャーについてる魚を、まあ、活性低いなりに釣っていくっていう釣りの、まあ、大体3パターンでいつも自分は動いてるんですけど、今はとりあえずそのストラクチャーの釣りをやりに来ましたね。移動してきました。タイミング的には今満潮です。でこの満潮からの下げが、まあ、一番こう潮が大きく動くタイミングなんで、まあ、とりあえず今から下げの動き出しで、この線についてるやつらが、まあ、捕食するタイミングなんで、そこの下げ始めの地合いでちょこっとやった後に、まあ、その後また様子見ながら、次の地合い叩いたりやっていこうかなということで、はい、先発アイザーこれでやっていきます。このナイトの下げ、この潮で魚は応えてくれると思うけどな。ちょっとね今流れ出したっすよ。ちょっと流れ出した。うん、潮目もちょっと入ってるわ。今から30分ぐらいかな、30分か40分ぐらい、チャンスタイム。あーてか寒い。水は可愛いけど抜きますね。うい、うい、いいね。ナイト地合い一発目、下げ一発目です。満下げのね潮動き出すタイミングで、まあ、潮がそもそもねマックス潮位が低かったんで、この加工エリアでやってみてめっちゃ早かったですね。下げ出してすぐその潮目が出たタイミングで、潮目の際でガツンと食ってくれましたね。いいんじゃないですか。うわよし、今は射程圏内に潮目が入ってるんですよ、下げ始めで。でその潮目出てるところが、まあ、ちょっと水深があるところで、イメージ的などうだろう、斜めこれぐらいの角度に投げて、その沖の潮目の上で、まあ、なるべくルアーを長い間引けるようにちょっとだけ糸だけ先流しして、潮目の上引いてたらガンって持ってった感じです。
めっちゃ緩くなった流れめちゃめちゃ緩くなっちゃった。今下げ出して何分？そうっすね、50分だ。はい、ちょっと移動してきました。ですね、ここが満下げで叩いてたポイントのちょっと下流ですねの、まあ、柿製が入ってて、もうちょっと潮位が下がると川幅が絞れてくるような場所で、まあ、その絞れたタイミングで、シャロー帯に乗ってたベイトが流針に入って、そのタイミングで地合いが来るっていうポイントですね。そこで、まあ、その地合いを叩いていこうかなと思います。だいたいあと下げが2時間ぐらいですかね、あと2時間ぐらい再開っていうタイミングです。今早めにエントリーはしてるんですけど、多分本ちゃんの試合はですね、この今足元使ってるんですけど、これが出るぐらいできっと食い出すはず彼らは。まあ、一応ね、週末ってこともあって早めにエントリーはしてるんですけど、やばいわマジ。うわ、なんかベイトに当たったか。ベイトいますね。今ルアーに当たったわ。マジで沖緩くなってきた。だいぶ浅くなったな沖も。よっしゃ食った。よっしゃ、よっしゃ、浮かせる浮かせる。よっしゃ、いい魚、いい魚出たわ。ちょっとね、沖側が緩くなってきて流速差が出だしたタイミングで、うん、流針にアイザーが入った瞬間に出たっすね完璧みたいな感じ、これ完璧、お兄さん流し方いい感じっていう感じの食い方です。これやべえ、嬉しい。ね、綺麗にね、シャロー側が緩くなって相当浅くなってきて、ベイトが流針に入ったタイミング、うぅ、かっこいい、いい魚、マジでありがとね。いける、行こうか。はい、じゃあね、バイバーイ。やったぜ。まだね、地合い続くんでやっていきましょうか。あの沖側が浅くなって流れがたるーってなって、この流針側との流れの流速差が出たタイミングで、でほら見て、これほらほらほら、ここはちょっとでね、もう出てきたぐらいって綺麗にそこで食ってくれるもん。ほらまた食った、食った、また食った、今また食った。はい、お疲れ様でした。今回の調光で、まあ、潮位、潮を重点的に考えながら、潮位と潮に合わせた立ち回り、なぜそこで釣れるかっていう理由を解説しながら、まあ、釣りしてみたんですけど、まあ、実際ね、この干満差がある熊本みたいな地域とかで釣りされてる方も、まあ、ここまでは動かないけど、まあ、しっかりこう潮位変動があるような地域で釣りされてる方は、まあ、今回のね、この動画を見て、
潮に対する立ち回りとか、また潮位に対する立ち回りを、まあ、実際、ね、自分のエリアに当てはめて考えながら釣りされてみてはいかがでしょうか。まあ、そしたらね、今まで釣れなかった魚が釣れたりとか、まあ、新しい発見もあったりして、まあ、もっと釣りが楽しくなるんじゃないかなとも思いますので、ぜひやってみてください。お疲れ様でした。